まあいろいろ茶色とかいろいろ愛に買ったカーテンをマスオ TV。 はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん、今日はですね、マスオの部屋改造ということで、ちょっと部屋を改造していきたいと思います。というのもですね、ずっと前にね、こちらカーテンの色どうしようかなーとかね、ツイッターでつぶやいたりね、ちょっとカーテンについて動画を作ったりしたんですが、ようやくね、カーテンが届きました。ね、一体マスオはどんな色のカーテンにしたのか、この部分はね、どういう風になるのかっていうのをね、ちょっとね、皆さんにお伝えしていけたらなと思うんですが、正直言うとね、あんまり見た目は変わらないけど、ちゃんと今度ね、ここ今までね、このカーテンね、この横幅足りなかったんですよ。これがちゃんと閉まるようになるし、ちゃんとカーテンとしてね、使えるようになります。はい、ということでね、実際に買ったカーテンをお見せしたいと思います。オーダーカーテンですね。ちょっとやっぱり根張りますよね。はい、それがですね、テレレレレンテレレレレンテレじゃーん、こんな色のカーテン買いました。変わんねえじゃんってね、うん、変わんねえじゃん、同じじゃんってね、うん、思うと思うんですが、はい、ほぼ同じ色です。まあいろいろ悩んだんですよ。緑色とかね、青とか黒とかね、まあいろいろ茶色とかいろいろあると思うんですが、やっぱりね、この今までの色ちょっと地味ではあるんですけど、この色がいいかなと思って、動画を撮るときにあんまりに激しい色だと、その部分がね、こう浮いちゃうんですよ。例えばこう商品紹介のね、動画を撮ろうと思った時に、ここよりもね、後ろがね、こう目立っちゃう、うん、そういうのがあるからと思って、今回はね、こういう風なカーテンにしました。で、今回はね、普通のカーテンだけじゃなくて、レース、うん、レースのカーテンも買いました。で、このレースのカーテンだけでも結構ね、こう光をね、抑えたりとか、まあいろいろするらしいんで、実際にね、これとりあえずつけてみたいと思います。では、つけていきましょう。おお、すごい、すごい、いい。はい、ということでね、まずレースのカーテンをつけました。今までね、レースのカーテンつけてなかったんですけど、レースのカーテン一つつけるだけで外から見られないから、かなり安心できますね、これね。すげえ、ほら、全然中見えないし、あー、もうこれだけでもいいかなって思っちゃうぐらいなんですけど、ではね、もう一つさらにね、しっかりとしたカーテンをつけていきましょう。はい、じゃじゃーん、ということでカーテンちゃんと設置できました。イエーイ。まあね、まあいまいち見てもわかんないかもしれないですけど、こんな感じですね。はい、しっかりなってます。ちょっとね、下がね、長くっていうか余っちゃってるんですが、この部分はね、調節すれば治りますんで、まあそんなにね、気にすることではないんですが、いやー、これでね、動画撮りやすくなりましたね。今までこう、はみ出た光のせいで、このカメラがね、自動的に明るさが変わっちゃって、結構編集しづらいとこもありましたし、さらにですね、このレースのカーテンがちょうどいい。うん。これね、実はこのレースのカーテンなんですけど、最近ね、レースのカーテンにね、これミラーっていう機能がついてるらしいんですよ。こっち側、これで太陽の光をね、こう通しづらい。うん。しかも、こうね、外からのプライバシーもね、しっかり守られるっていうね、そういうレースのカーテンなんですけど、はい。いやー、レースのカーテンだけでもかなりこうね、なんか外から見られないっていう安心感があるんで、なんか今までつけてなかったんで、非常にね、つけてよかったなと思います。で、このカーテンに関して言えばですね、まあこれニトリで買ったんですけど、ほら、ちょっとね、これ材質いいもの買ったんですよ。で、どういう風にいいのかと言いますと、これね、防音、防音と防音、まあまず音をある程度シャットダウンしてくれるということで、僕がね、わーとか言っても外に聞こえづらい、うん、っていうのがね、まず第一にありまして、もう一つね、これからの季節がいいのがですね、まあ外の温度をシャットダウンしてくれるんで、まあ部屋が暑くなりづらい、そして、寒くなりにくいというね、夏はね、快適に涼しく過ごせるし、冬は
こうあったかく過ごせるっていうね、そういう機能がついたカーテンを買ってみました。まあ今までねそういうカーテン買ったことなかったんですけど、やっぱりね実際こう設置してみると、なんかやっぱりこういいものだなと、うん、そういうカーテンってねいいものだなっていうのをね改めて感じるんで、ちょっとこれからはねこのカーテンもちょっと大切にしながら過ごしてみたいと思います。はい、ということでね今日はねマスオの部屋改造ということで、ほとんどね見た目は変わらないんですけど機能、うん、的にはかなり変わったんで、はい、部屋改造ということでねやっていきました。ぜひね皆様よかったらカーテン変えてみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上マスオ TV でした。バイバーイ。